サンダーバードはアメリカのフォードで製造された高級志向のスペシャリティカーである。愛称は T バード。第1世代第1世代は1954年のデトロイト自動車ショーに登場し1955年の初年で目標1万台に対し1万6000台以上を販売した。この車は標準で取り外し可能な グラスファイバー製のハードトップを装備していた。ファブリック製のコンバーチブルはオプション設定であった。エンジンは 292Y ブロックの V8 で、排気口を2ピースのリアバンパーの間に取り回していた。1956年モデルはスペアタイヤが車外に取り付けられ、トランクスペースが拡大した。また、排気口はバンパーエンドに位置が変更された。また、 車内の換気工場のため、前輪の後ろに通気口が設けられた。また、後部の視認性工場のため、ハードトップにポートホールと呼ばれる窓が無償で設定された。また、この年、312Y ブロックの V8 エンジンがオプション設定され、販売も1万5千台を上回った。1957年は過激なスタイリングに一新された。 フロントバンパーの形状変更、グリル、テールフィンは延長されて、大型のテールライトが装備された。スペアタイヤは再び車内に収納され、垂直に収納できるように設計がなされた。エンジンは292と312が用意されて、いたが、312にはさらにチューンが施され、数台のスーパーチャージャー仕様も生産された。この年の販売は2万1000台を超えた。 1957年型がフォードとしては最後の2シーターモデルとなり、1982年の小型スポーツカーが販売されるまで製造されることはなかった。第2世代第1世代のサンダーバードが成功に終わり、市場拡大に向けて2シーターの販売に限界があること、ファミリー層に受け入れられなかったことなどを挙げて、さらなるマーケットリサーチが実施された。その結果、 1958年モデルを含む第2世代は4シーターでデザインされ、新型サンダーバードは他社との共用可能なシャシーを基本に設計された。その意図は、車内スペースを最大限に取り、それに関連して外装部分をコンパクトにすることであった。また、そのスタイリングには、この世代のニックネームが示す通り、独自のテーマが設定された。また、 当時の他のアメリカ車に比べて9インチも低く、そのためにトランスミッションを収めるスペースを設けるため、前後のシートを分離するほどの最大長のセンターコンソールが設けられた。エンジンはフォードの新型である FE シリーズの352立方インチエンジンが採用された。サスペンションは前後ともコイルスプリング式であったが、リアはオプション設定で、 エアスプリングに変更可能であった。このサンダーバードは発売年にモータートレンドしのカーオブザイヤーに輝いた。この新機軸は成功を収めた結果第1世代の場合3万8000台近くを販売した。1959年モデルにフォードはフロント、リア、サイドにわたる装飾に変化を加えた。また当初は革製の内装も 選択可能としていた。また、リアサスペンションは、コイルスプリング式を排して、ホッチキスドライブと呼ばれる板バネ式に変更された。少数ではあったが、新エンジンの430立方インチのメルシリーズが、使用されたモデルも存在する。販売はさらに倍化し、約1万台のコンバーチブルを含め、6万7000台以上が販売された。 その宣伝が主に女性にターゲットを絞って行われた結果であった。第3世代1961年モデルは1、総流線形のスタイリングをもって登場した。販売は底堅く1万台を超えるコンバーチブルを含め7万3000台以上を販売した。新型の390立方インチ V8FE シリーズエンジンだけが搭載された。 この年、サンダーバードは、インディアナポリス500のペースカーとなり、ジョンカイ・ケネディ大統領就任パレードにも登場した。1962年も販売は好調で7万8000台を超えるセールスを記録、スポーツロードスターも登場した。このモデルは、リアシートを覆うとノーカバーが付属し、事実上は2シーターで、エルビス・プレスリーも所有していた。ランドモデルも販売され、 ビニール製の屋根に絵姿のバーが飾られた。このデザインは有名となり、続く20年にわたって使われた。1963年は販売を6万3000台まで落とし、ランドーモデルはハードトップに次ぐ位置づけとなった。また、特別限定車でプリンシパリティオブモナコと呼ばれるモデルが登場、2000台のみが販売された。 革張りの内装にローズカラーのルーフなどが特徴である。第4世代1964年、サンダーバードはフラットデッキスタイルとなり、フォーマルな外観に生まれ変わり、スポーティなイメージは幻想となった。標準の390立方インチエンジンにより、最高速度は時速 200km に届いた。また、柔らかなサスペンションが相当なボギの傾斜と、ジャジャウ馬な動きを支え、 さらに輸出仕様のサスペンションも設定された。スポーツロードスターもまだ設定されており、この年のセールスは9万2000台を超えた。1965年フロントディスクブレーキが標準採用され、ターンシグナルが追加された。後期の特徴は、個性的な幅広で水平にレイアウトされ、内側から外側に向けて順次変わるインジケーターのテールライトである。 1966年モデルは、より大きな428立方インチ V8 エンジンを搭載したオプションモデルが登場した。新しいハードトップモデルが設定され、よりフォーマルな外観のルーフが装備された。ランドーモデルはタウンランドーに改められ、この年他のモデルの中では最高のセールスを記録した。また、1963年から1965年の間、 特別オーダーで427エンジンを搭載することが可能であった。第5世代基本コンセプトは先代を踏襲したが、後に2度の変更が加えられた。また、1964年のホードマスタングの登場によって、市場価値に変化を見せた。それは、サンダーバードは小型2度は、4シーターのスポーティな車のイメージであるが、実質上は安っぽいというものである。 このため販売に目慮し、フォードはサンダーバードを高級車市場に格上げしようと反応した。1967年モデルはより大型になり、リンカーンに似た豪華なパーソナルカーに位置づけた。サンダーバードの共用ボディの思想は、この大型化によって専用フレームの開発につながった。コンバーチブルの販売は次第に減少し、変わって観音開きの4ドアモデルが登場し、 1971年まで販売されたが、かんばしいセールスは得られなかった。1967年、スタイリングが発売時に比べ過激に変更された。この後の5年は過激なスタイリングがフォードの主流となり、サンダーバードも大口を開けた魚のようなフロントグリルと一体となって、普段は隠れているヘッドライトは近未来的なデザインで、ビアソンのようなボディサイドは、 この頃、人気があった、飛行機の胴体を思わせるものであった。1968年、サンダーバードの4度アボディを、リンカーンコンチネンタルマーク3と共用することになり、この時から1990年代まで、この関係は継続した。1970年、1967年から1969年モデルと、プラットフォームと多くの部品を共用しながら、 サンダーバードは大規模にデザイン変更を受けた。その最大の特徴は全部の足のくちばし状のデザインである。クーペとスポーツバッグが販売され、1970年から1971年はボンネットから突き出たくちばしにかけて目立って角張ったラインを構成していた。この2年間、サンダーバードは動物的な外観が特徴的であった。このことから、 この2年間のモデルは特にバンキービークバードと呼ばれている。巨大で重い429立方インチと460立方インチの V8 エンジンを搭載し、その重量は2 2 5 0ラムもあり、歴代最大となった。しかしその巨大外燃費の悪さは最悪で、1973年、折しもオイルショックの煽りを受け、自動車は 小型化と高い経済性が求められるようになった。その通称通りに小型のフォードトリノのシーを流用して登場した。これにより、先代よりも車重は約 400kg 軽減、全長は 254mm 短縮された。角張ってよりシャープなスタイリングとなったデザインはこの世代のサンダーバードの特徴であり、エンジンも重い大型、V8 が小型。 V8 に置き換えられたが、車重が軽くなったため問題はなかった。また価格が下げられたこともあって、良好な販売を見せた。1980年に登場した。フォードの新世代コンパクトであるフォードフェアモントなどと、同じく、フォックスプラットフォームを採用した結果仙台よりさらに、小型化され、見栄えの良いセダンのようなデザインになった。先代と比較し3 6 3ラムの、 重量軽減と全長 432mm の短縮が図られ、初年度こそ15万台を売ったものの、翌年以降は販売台数が大幅に落ち込んだ。エンジンは4気筒エンジンを主体として、オプションで 3.8LV6、4.2LV8、5.0LV8 エンジンを用意していた。このサンダーバードは独自的なデザインで、 垂直のラインと角張ったラインで構成したせいに、ボックスのデザインであった。またマーカーランプと一体化されたデザインのコンシールド、ヘッドライトを採用している。パワー不足であったが、車の流れに乗せて走るには十分であった。1983年モデルは大きく進化し、エアロダイナミックのボディとターボクーペの発売もあって、サンダーバードはスポーティな車にイメージチェンジを果たした。 フォックスプラットフォームをベースに開発され、ヘリテージとターボクーペが用意された。ターボクーペが上位モデルで140立方インチのターボチャージャー付き4気筒エンジンが搭載された。1985年30周年記念モデルが発売、同時にエランモデルと呼ばれる最上級モデルも登場した。1986年、 コードは MN-12 プロジェクトに全力を傾けており、BMW6 シリーズに打ち勝つには、エアロバーズとして成功したサンダーバードをさらに大規模に変えていく、必要性を感じていた。エランは V8 エンジン搭載の LX モデルと、スポーツモデルに置き換えられた。また、ターボクーペは1987年のカーオブザ・イヤーに選ばれた。1988年は、 マイナーチェンジが行われたのみであったが、1989年、ターボクーペは3.8リットルスーパーチャージャー付き V、ロックエンジンを搭載したスーパークーペに置き換えられた。1989年に登場。MN-12 に基づいて、四輪独立喧嘩が採用され、よりエアロダイナミクスが高められた。V8 モデルと V6 の LX モデルのみの設定となったが、この年、再び、カーオブザイヤーを獲得した。しかし、この車は仙台に比べて高価になるなど、コスト管理と生産効率が悪く失策であると、評された。1994年、サンダーバードは、内外装に変更が加えられたが、最大の変化は、新たなサイチェシーの V8 エンジンの搭載であり、同時に、 EECV と呼ばれる電子コントロールシステムが一新された。スーパークーペはスーパーチャージャーの大型化や圧縮比の増加などの改良が施され、まだ存続していたが、1995年に製造が中止された。1996年、サンダーバードは最後の外観の変更を受ける。ヘッドライトとテールライトが新たにデザインされ、よりスムーズな外観となり、 ホイールも一新された。また、4.6リットルエンジンを収めるためにわずかにボンネットバルジが設けられた。また、1997年にはサンルーフ、パワーシート、キーレスエントリーと CD プレイヤーがオプションとして追加された。さらにこの年、DOHC の V8 エンジンを搭載し、ブレーキ、ホイールともにハイパフォーマンスなモデルが試験的に開発されたが、 実現には至らなかった。2002年に登場。リンカーン LS と共通のデュープラットフォームを採用している。当時トレンドになりつつあったレトロスタイルに回帰し、初代サンダーバードをモダンにモディファイしたデザインとなった。ボディは2シーターコンバーチブルで取り外し可能なハードトップも設定。発売当初は高い人気のあまり供給が追いつかず、ディーラーが 新車価格を値上げする事態まで起きていた。マイナーチェンジは、ボディカラーの追加とそれに合わせた内装色の追加に止まり、レトロなスタイリングは、モデルライフを通じて、普遍だった。しかし、発売当初の人気は長続きせず、2005年に生産を終了。後継者はなく、延べ50年にわたるサンダーバードの歴史に幕を下ろす、こととなった。 外国者ガイドブック 1976p45 外国者ガイドブック 1976p207 外国者ガイドブック1 9 7六 p 二百七、外国者ガイドブック1 9 7六 p 十五 p 二百七、外国者ガイドブック1 9 7六 p 二百七、外国者ガイドブック1 9 7六 p 二百七。 外国者ガイドブック 1976p207 外国者ガイドブック 1976p207 外国者ガイドブック 1976p207 外国者ガイドブック 1976p45 外国者ガイドブック 1978p226 外国者ガイドブック 1978p226 外国者ガイドブック 1978p105 外国者ガイドブック 1978p105 外国者ガイドブック 1978p226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  外国者ガイドブック 1982p199 外国者ガイドブック百八十二 p 九十8外国者ガイドブック百八十二 p 1十八、外国者ガイドブック百八十二 p 1十八、外国者ガイドブック 1982p198 外国者ガイドブック1八十二 p 九十八、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 外国者ガイドブック1八十6 p 二0五、外国者ガイドブック1八十六 p 二百四。 外国者ガイドブック1 9 8 6 p 2 0 4外国者ガイドブック1 9 8 6 p 1 9 1外国者ガイドブック1 9 8 6 p 2 0 4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  外国車ガイドブック 1986P204 外国車ガイドブック 1986P204 輸入者ガイドブック 1991P214 19 <ana> 輸入者ガイドブック 1991P214 輸入者ガイドブック 1991P215 輸入者ガイドブック 1991P214 輸入車ガイドブック 1991p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 214 19ありがとうございます。